で、ただいま光れ候々尺の門どもは、今日小の二道の中にはいずれの門と御心得候来て光れ候々ぞやと。あなたが今弾いてきたその門章は、そのまあ小の仏手は円頓の儀等しとか、そういうその門章は一体その経僧の方を言ってるのか、それとも正道悟りの方の修行の辺の方のどっちの紋章ですかと、こう反問するわけですね。で、いずれにしかし、もし経文の釈にて候は、経僧には三種の経僧を立て候と。もしその紋章が経僧の方の説明の方で惹かれてきてるとすれば、その経僧という方の説明の中に天台大師は三種の経僧を惹かれてるじゃないのっていうふうに言ってるんですね。で、三種の経僧っていうのは有名な四諦の音音不音音とか、それから何だったっけな、3つあるんですよ。これは簡単に言えば法華以前と法華経との大きな差として3つのその大きな立て分けがあるよと言って立てられてる法門なんですね。で、ちょっと待ってよ、三種の経僧って言ったらこれ一回でも出てくると思うんですけども、これは法華原義に説かれている内容で、1に根性の有浮遊の僧、2に祁答の四重不四重の僧、3にさっきの四諦の音音不音音の僧っていうんですね。で、これはまあこれだけ説明するだけでも大変なことになっちゃうんですけども、まあ要するにですね、まあとにかく法華経とそれ以前の経典は決定的に違うんですよっていう法門なんですよ。それで、もちろん法華経が優れてるっていうことの証明なんですけど、根性の有浮遊の僧っていうのは何かというと、衆生根性の有浮遊の僧とは、僧とは衆生の気根が仏と融合しているかどうかということなんですな。第一の根性の衆生の気根、要はその仏教を理解するその受け皿ですね。その成仏できるかどうかというその受け皿の側の方が、この仏様がお説きになられようとしているその心と合致しているかどうかというんだ。合致してなかったら成仏しないわけですよ。そこで、法華経というのは、要は法華経釈門と二禅経との勝列を判じて、二禅経というのは衆生の根性が未熟だから声聞円覚菩薩の三乗に区分されていると。だから仏の生命と溶け合うことがないので浮遊っていうんだな。要は二禅根拠の場合は二乗、要するに、二乗だよな。声聞会はもう声聞会だけの修行法を説くわけですよ。そして円覚会は円覚会だけの修行法で、菩薩会は菩薩会だけの修行法を説いて、直ちに全てのこの根性というか気根が直ちにみんな仏になるとは言わないんですね。仏は仏で別のこういう世界があって、こんな素晴らしいとこですよとは言うけど、二乗の修行の声聞会の修行をいくらやったって仏になるとは言わないんですよ。むしろ声聞会と円覚会は絶対に成仏しないって言われてるんですから。で、菩薩会は菩薩会で菩薩の修行を未来永劫に死ぬほどやって、まあ死んでもやって、永劫の果ての先には仏になりますよっていうような曖昧な解き方してるわけですね。でも法華経に至ってそうではないと。直ちに全ての衆生の根性心に仏性が備わってるから、直ちにどの境界も仏になれるんだっていうことを説き出すわけですから、二禅根拠ではこの、まあ、明らかに劣るわけですよ。二禅根拠は仏になるためのこの仏教を説かれてるのに仏になり得ないことばっか説いてるわけですから、心、要するに心がこの仏性というものに溶け込ませていないってことですね。有っていうのは溶けるって意味ですから。で、法華経に来て初めて衆生の心は、全ての十戒の心は仏と融合できる、まあ仏戒を開けるって意味ですよね。それがあるので二禅根拠は明らかに激しく劣っていて、法華経釈門が正しいんであるというのは根性有浮遊の僧ね。そして次が「祁答の四重不四重」っていうやつですね。
この祁答の始終不始終っていうのは、あの終わり、始めと終わりがちゃんと解いてある。あ、始め始終だから、まあそうだな、始めと一番初めの仏教をその下手をした一番最初の祁答の出発点と、そしてそれがどういう因縁で今お釈迦様がその最後の仕上げとして説いてるのかっていう、それが守備一貫してるか、それとも曖昧であるかっていうこと、このことで因縁がしっかりしてなかったら、主張っていうのはその原因結果の法門だから、仏教は原因がはっきりしてるから、因縁がはっきりしてるから今成仏できるってことは言えるんだけど、その因縁、始めと終わりが因縁が曖昧なのに成仏するってことは、それは架空の論になっちゃうわけですね。だから、不始終が劣ってる。二禅権行っていうのはいつ過去禅に下手したかとか、そういうこと何にも解かれてませんから、だから二禅権行は劣っていると。そして法華経のこの釈門は明らかにそれを、まあ当時は三千人天皇っていう非常に浅い範囲の始めを解いたんだけども、いずれにせよいつ私たちはあの下手をされたのか、下手というかな、けどかつてどういう因縁でお釈迦様に祁答されたかっていうことを明かされるんですね。だから法華経釈門の方が正しいというまあ見方なんですね。でこれはまあちょっと説明を見ますと、主張に対する下手役と熟役と脱着の祁答の始終が明かされるか否かによって、法華経釈門と二禅経との勝列を判ずるものだと。で二禅経は主熟脱の祁答が解かれていない。何が種で、どこで熟されて、そしていつその脱するか、これはまあ植物を想像すればいいですね。いつ種を植えて、そして熟するなどもだんだんこう成長していくってことですね。ほんで最後に実がなるじゃないですか。実がなって取るよね。これが脱って言うんですよ。これが成仏。でもここがすごいのは、脱したその果実の中見ると種が入ってるわけですね。一番最初に自分が育ってきた樹木のその一番種が、実はその成仏したその根本の中に種があるっていう、これが習熟脱の方法ですね。で二禅権行はこのいつ種を下ろして、でいつ育、どのくらいの期間育てて、そしていつ脱するのかっていう、これが明確に解かれてないわけですよ。でそれだから因縁が曖昧だから劣るっていうことなんですね。で、法華経、これに対して法華経の華経湯本では、三千人伝合の大通結縁、まあ、これも本当は一応の言い方であって、本当は三千人伝合なんてのはすごく手前なんだよね、浅いんですよ。本当は五百人伝合っていう、もう考えられない苦音に実はお釈迦様の祁答は始まったんだと、まあ、いうことが本当なんだけど、本文ではね。でも釈門のこの菩薩じゃないや、釈門のその二条聖門円覚の主張たちにおいては、三千人伝合の時にまあ結縁したんだよ、縁を結んだんだよっていう意味においてはまあ正しいわけですよ。それでその時にちゃんとその深い種があるから今こうして出会ってんですよ、だから君たちは今ここで成仏する時なんですよって言えば、初めてこの下手と熟役と脱着が明確になるから、だから成仏できる、成仏の筋目が立つ。でも二禅権行はその筋目が全く曖昧なんですね。そういう意味でこの、なんだ、祁答の始終不始終というものは大事な大きなそのけじめになるということですね。でこの大通知成仏、三千人伝言の時のその時の大通知成仏っていう仏様がその時現れて、その時の第16番目の王子様がお釈迦様、私であったってわけですよ。お釈迦様で自分であって、で君たちは私からその時に共同され、結縁、縁を結んだんですよと。舎利弗も木蓮も箇所穴、みんなそういう時にお前たちとは縁を結んだんであると、こういうふうに今明かされる、初めて明かされるんですね。そして、釈迦が、釈尊が、あ、まあ、釈迦菩薩、その時は釈迦菩薩と言ったんだね。それがこの、まあ、復興っつって、法華経をこのもう一回講ずるっていうのは、大通知成仏が説いた法華経をもう一回16番目の王子様が、まあ、解き直して
それで今のインド時代に生まれてきたお弟子さんたちと縁を結んでったわけですよ。なんで、その月主役、そしてその中間、それ以降から地球上のインドっていう天体、反対だ、地球っていう天体のインドっていうところに生まれてくるまでがその塾役になるわけですね。そしてそのさらにそのお釈迦様が法華経を説く以前まで、そこまでが塾役になるわけですよ。塾してきた。そして初めて法華経を解き出した時に脱着になるわけですね。初めてこう身を鳴らせたっていうことが生息されたので、まあそうですね、中元、それから2044年の塾役、さらには釈門における脱着が解き表されているので、始終はっきり、不始終じゃなくて始終、始めと終わりがはっきりしていると。でこの第二の競争も二善行に対して法華経釈門が優れているという大きなけじめってことですね。そして、最後の師弟の恩恩不恩恩と、この師と弟子の関係のその短い関係なのか、それともともう遠いとこから師匠だったのかっていうことを明かされてないと、本当の師匠によって我々は導かれるわけだから、関係が曖昧な師匠では絶対成仏しないわけですよ。間違いなく昔からあなたの師匠でしたっていう人が根性をインドに出現して、いよいよその師としてお前たちを導くんであるといえば、この因と果がはっきりするわけですよ。でそのことについて、恩恩不恩恩、その不恩からの関係ですね、釈尊とそれから根性でその成仏 したいという弟子たちの関係がそのいつから始まったかってことを明かしたのが、これは初めて苦恩以来明かしたのは法華経釈門云々どころか、実はこれは、本門なんですね。これはね、実は法華経本門、これは初めて天台大師も、今までは二善行と法華経釈門とのけじめを言ってたんだけど、とうとう踏み込んで法華経本門と、それ以前の法華経釈門も含めたところの二善、まあ二善と法華経釈門って言った方がいいですかね、それと本門とのけじめを初めてここ言うんですね。だから釈門よりも実は本門が優れてるっていうことになるんだけど、でなぜかというと、法華経釈門まで、つまり如来寿量門に来るまではお釈迦様は至上昇格だって言ってるわけですよ。インドで私は成仏した。だから実はその舎利王子とかああいう人たちとのこの苦恩からの師弟関係っていうのは全く明かされてないわけですね。ところが、法華経寿量本に来て、実は五百人伝合のその昔に自分は仏になっていて、それから世々万々にこう生まれてきた時にお前たちをずっとこの化道してきたんだと、初めて師匠として苦恩から師であったということを明かすわけですよ。なので、二善釈門の方が劣っていて法華本門が優れているというその縦分けなんですね。師弟の恩恩不恩恩は、師弟の恩恩不恩恩の層は、師匠と弟子の苦恩以来の関係が明かされてたかどうかと。ので二善釈門の釈尊、今言ったようだな、二善行と釈門、法華経釈門の釈尊は未だ苦恩実情、苦恩の仏になったってことは明かしてないからね。だから至上昇格であり、で仏の本地を、と主上の本地と主上の関係も明らかに説かれていないので、二善釈門の教えを不恩恩、この遠い近いというものを曖昧にはっきりしていないと。でこれに対して法華経本門寿量本では釈尊の苦恩の本地が解見され、さらに苦恩以来の師弟の関係が明らかにされたので、苦恩恩としますと。この第三の競争は二善釈門に対して法華経本門こそ釈尊の真実苦境の法門であることを判定するとっていうことですね。まあこれがもし三種の競争って言うだけでここなんですけども、はい、で元に戻します。本部に戻す、何がこの、大聖人様の立場は言いたいかっていうと、そのあなたが引っ張ってきた門章は、その二善言経のその御経典の高さも、
法華経のそのレベルも同じではないかっていうための文章を引っ張ってきたでしょうと。でも実はもっと大きな広角として天台大師にはその今言った三種の競争というのがあるんだから、三種の競争というのは明らかに以前言経を取っていて法華経釈門が優れている、そして第3番目に至っては二前行も釈門も劣っていて法華経本門が本門の方が明らかに優れていると、そういう広角大きな大掴みとして言われてるってことを知ってんですかっていう、そういう反問なんですよ。その細かいその文章をねちょこちょこっと上げてきたって、あんたはその全体感を見ていってんのかっていう、これは何か通じるところありますね、うん、学会のあの愚かなものが出してくる文章に対しても同じような感覚っていうのはありますよ。あなたはそうやってあの字面のちょこっとしたところを切り物のように上げてくるけども、全体感を見ていってんのかということなんです。これはね常に大事なポイントですね。あの邪教というものはなぜ邪教になっていくかっていうのもそうだけど、正しい仏教があるのになんで邪教がどん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 増えていくか、全体感が見えないから、そういう部分感部分感の言葉にとらわれてそれに執着して全体感を見失って脱落していくんですね。これは日蓮大聖人様の滅後、あらゆる身延系のあるいは、八本派だとか、憲法なんとかだとか、まあ、いろいろ大聖人様を尊敬はしてるんだけど、あらゆる宗派が誕生したけど、これはみんなそうですよ。元を正せば御所のある一部分にこだわってその一部分に執着して全体が見えないんですね。で全体を見た場合何かって言ったら、三大秘宝っていうことをまず大前提に置かなかったら大聖人の仏法は絶対理解できない。で三大秘宝とは何かって言ったら、一大秘宝、それが戒壇の醍醐本尊様にくくられるわけですから、どうあっても戒壇の醍醐本尊様から全てを大聖人の仏法をこう開いていかないと、狂うわけですよ。ところが各宗派は戒壇の醍醐本尊様のその大事たることを知らないから、御所のいろんな 中間のところの御門にいっぱいこう書いてある言葉にそのままとらわれちゃって、そして新しい宗派を、まあ異流にですね、間違った宗派を立てていくと。俺も全くこの傾向性はこの今質問者にはあるわけですね。で大聖人様はそれを見抜いて、そういう大掴みの天台大師のご訪問として三種の競争っていう大きな広角、骨組みがあるのを知ってて言ってるのか知らんで言ってるのかと、こういうこの強いあの反論ですよ。そして三種の競争って言ったって二前法華を釈して勝列を半ぜられたりと、まあ今言った通りですね、もう大きく二前行と法華経の勝列を反じた競争であると。でまず三種の競争には何ぞやとこれを尋ぬべしと、まあこれはあれでしょうね、まあまあその人にあなたも目を覚ましてよくその三種の競争を勉強しなさいと、